受賞は増田圭司選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今年2回目の優勝となりました。今のお気持ちお願いします。そうですね、もうレース自体は不甲斐なかったので、あまり素直には喜べないです。はい、はい、今日優勝戦走ってみて、はい、最終的な仕上がりとしてはいかがでしたか？いや、本当仕上がりは本当に良かったと思います。はい、そうなんですね。はい、また進入動きがあったんですけども、はい、こうそれに関しては作戦とかはもともとあったんですか？そうですね、もう自分が活かせるところと思ったらやっぱダッシュなのかなと思ったので、もうあまり進入には付き合わず、はい、ダッシュをもう行こうと思ってました。はい、4コース角からという戦いでした。さあ、この、優勝で芦屋は3回目の優勝となりました。改めて芦屋の水面はいかがですか？そうですね、もう本当若い頃からよく走らせてもらってる水面なので、好きな水面であります。はい、はい、ちょっと、プライベートの話になるんですが、はい、増田選手は趣味が料理ということで、はい、よくお子様たちのリクエストに応えて料理を作るというのを別の動画で見たんですけど、はい、今日は何か作ったりとかはされるんですか？そうですね、まあ今日はちょっとわからないですけど、はい、はい、もう家に帰れば、うん、はい、作れるときは作ってあげたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後に、一節間たくさんの方応援してくださってました皆様に一言お願いします。はい、一節間5000円ありがとうございました。また足が来たときは精一杯走りますので5000円のほどよろしくお願いします。優勝は増田選手でした。ありがとうございました。